これはやばいな。皆さん、アクシデントですね。今、ゆるふわな初心者林道コースを走ってきてたんですけど、がっつい倒木がありますね。オフローダーが頑張って木切ったんか知らないですけど、これはちょっとノコギリで切るのは難しいな。どこにもこう抜ける道がないんですよ。もうね、ここからゴールまであともうちょっとなんですよ、ほんと。もう、あと3分ぐらい走ったらもう、抜けれる感じ。これ見たらどこかわかるんかな？倒木がありますね。いや、これは、なんでこんなティッシュみたいなのが散らばってんのか、なんかようわかんないんですけど、これは無理やな。引き返します。ここね、久し方全然来てなかったんですけどね、来る途中も随分変わってたんで、そのあたりちょっと動画にしようと思いました。もともとは動画にするってなかったんですけどね。はい、ということでちょっと一旦旋回します。ということで、まあ戻っていくんですけれどもね、まさかあんなことになってるとはな。あれは木で切るの不可能だな。チェーンソーがなんかいるんちゃうか。ということで、もしここ行かれる方いらっしゃるのであれば、チェーンソーか何か持って行った方がいいと思います。よいしょ。なんか新しいギミックとしてこういう感じの丸太も備えられてるんですね。もうここちょっと初心者林道じゃなくなってきてますね。ここね、結構枯れてるんよね。まあそうか。ですね、ここに来る途中ですね、まあここ僕実は反対から来てたんですよ。反対から来てて、それでなんかえらい蜘蛛の巣あんなと思って見てたんですけど、多分ねそれがこの先のあの倒木が原因やと思うんですね。でこんなもなかった思うねんな、昔。ちょっとびっくりしたわ。無我夢中で走ったら急に倒木あったんで。はい、ということで、走りましょう。で、ここまでは変わらないですね。なんか一箇所ね、どでかい倒木が、転がっとったんがちょっとびっくりしましたね。ということで走っていきましょう。前々から気になってたのね、これどこ行くんやったっけ。あ、道ないやん。おー、来た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 。これ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 、こんなん俺見てないわ。なんかえらいゴッツもできてるもんな。これです。まあでも、まあ、普通に横からこなしていくだけなんですけどね。よいしょ。ちょっと記念撮影でもしとこうかな。無事写真撮れました。ほんま林道ってね、知ってる前行って、もう楽勝で余裕やろ、置いてるところの林道も、ああいう倒木とかで行けなくなるっていう、舐めてると本当に危険です。なんか南海トラフ地震やったっけ、そんなんか起こったら余計にこう地形がバーンって変わるやろな、ほんま。で、ここからは確かね、ほとんど変わりなかったんで、普通にまあゆっくりゆっくり慎重に進んでいこうと思います。もう終わりちゃう？あ、終わってるやん。そうそう、この舗装路見えたらもうほぼ終わりなんですね。よし、反対側から来てみました。他にね、なんか倒木とかないかの確認ですね。一応ちょっとそれをやっていこうと思います。さあ、どうかな。ここまでは問題ないね。問題なし。一瞬これ倒木かも。
さあさあさあ走っていきましょう。どうでしょうかね。これは昔からあったやつな。多分みんなね、このあのここまでクモの巣がないってことは、あの木見て撤退してますね。あー、これですね。うん、割とほんま近いわ。よいしょ。こんな感じですね。これフロントアップするの怖いっすわ。斜めてるし、タイヤもう1個半ぐらいやしな。もう高さで、そう、これはちょっときついね。はい、ということで撤退します。っていうか、私の視聴者はなんか何回も言ってるんですけど、はよハンドル直せよっていう話ですよね。神々やし。はい、ということで以上になります。